マヌエル・アビラカマチョは、メキシコの軍人、政治家。1940年12月1日から1946年11月30日まで、第45代メキシコが州国大統領を務めた。アビラカマチョは1897年4月24日、プエブラ州のトリトランという小さな町で、中産階級の家庭に生まれた。彼は、 国立高等学校に進学したものの中退し、大学に進学することはなかった。1914年には軍に入隊して、中尉となり、1920年には大佐に昇進していた。同年、彼は幕僚長として、道は監修のラサロ・カルデナス将軍のもとに派遣され、ここで二人は親友となった。1929年にはカルデナスに従って、 エスコバルの反乱を鎮圧し、旅団長へと昇進した。1933年には国防省の事務局長となり、1937年には国防大臣に就任した。当時の大統領はカルデナスが就任しており、アビラカマチョは彼の副審として行動した。1938年にはカルデナスの石油国有化政策に反対するアメリカとの関係が極度に悪化し、 それに乗じてパンチ予備リア派の流れを組み、メキシコ国内に最後に残った地方ボスである、サトゥルニーノセディジョが、自らの基盤である、サンルイスポトシ州で反乱を起こしたが、アビラカマチョは国防大臣として、軍内を完全に掌握し、速やかに反乱を鎮圧した。また、石油危機にも政府内の動揺をよく抑えた。これにより、アビラカマチョは政府内で力を持つようになった。 また、アビラカマチョは、政府内では、中道派であり、左翼にも右翼にも傾かない、政治姿勢は、政府内において、好感を持って迎えられた。こうして1940年、アビラカマチョは、カルデナスの後継大統領候補に選ばれ、メキシコ革命党の候補として、大統領選挙に出馬し、ウハヤと国民行動党のファン・アンドリュー・アルマさんを、破って、当選を果たした。 アビラカマチョは政権を握ると、前、カルデナス政権の急進的改革を少しずつ緩和し始めた。石油危機以来のアメリカとの関係を改善し、1941年に第二次世界大戦が始まると、早々に連合国側に立っての参戦を決定した。1942年には徴兵制を実施した。また、農地改革のスピードを緩め、 工業化と経済開発へと政権の基本線をシフトさせていった。社会保障の充実や教育の拡充を行った。軍事面においてはメキシコ革命党の軍事部会を1940年末に解散させ軍の文民統制を実現した。1946年1月18日にはメキシコ革命党を制度的革命党に改組した。1946年 アビラカマチョは内務大臣、ミゲル・アレマン・バルデスを後継大統領候補に指名し、彼の当選と共に引退して、農場経営者となった。1955年10月13日、彼はメヒコ州にて死亡した。ありがとうございます。